はい、皆さんこんにちは。カッシーチャンネルのカッシーです。今日はですね、ソン・フンミン、サッカー韓国代表、そしてトットナムに所属するソン・フンミン選手の最新の英語がすごすぎる件についてっていうことについてお話ししていきたいと思います。で、以前に僕、ソン・フンミン選手の英語力っていうので動画出したんですけども、その動画を見てわかる通り、ソン・フンミン選手ってプレミアリーグイギリスに住んでまして、現在すごいめちゃくちゃ英語ペラペラでインタビュー答えてたんですね。で、最新のトットナムホットスパーの公式の YouTube チャンネルにソン・フンミン選手のそのネイティブと会話してる英語で会話している動画がアップされたんですよ。それ見てみたらすごいです。もう見て、今からもう見せます。はい、こんな感じなんですけども、この動画どういう内容になってるかっていうと、ソン・フンミン選手の最近のスマートフォン、ソン・フンミン選手のスマートフォンの中に残ってるデータの最新の5枚とか、最後に連絡した5人とか、5を基準として5人、5個前までを基準として、その、を基準として、題材にして、その5人前、メッセージした5人誰とか、写真撮った5枚何とかっていうのを、で、いろいろそのインタビュアーと話してるんですけども、その結構そのジョークとかも、言ったりして、すごいレベルが高い英語ですよね。ちょっともうちょっと見ていきましょう。結構これ見るともう、結構省略というか、もうなんだろう、綺麗というか、その会話的な、もうなんだろう、略してる部分とかあったりして、もうボソボソって言ってる感じで、もう本当に相手に伝わる簡単というか、発音はっきりしないけど伝わる英語をもう話せてるんで、もうペラペラペラって話せてますよね。そのはっきりと、その英語を、なんだろう、英語を話し始めた人って結構その発音とか重視して、大きいハキハキした発音で相手に伝わるように話すんですけど、このソン・フンミン選手ってもうどのぐらいの発音とかをすれば相手に伝わるかもう分かってるんで、もうバーって早口になっても、もう会話できてるぐらいの英語力、もうすごいペラペラですね。前回お伝えした時はもう結構はっきり、インタビュー動画ではっきりとした英語なんですけど、そう、日常会話的な動画もかなり話せるようになっててすごいです。で、これ見る限り、なんか BTS の曲も結構聴くらしくて、やっぱり、BTS ファン みたいですね。はい。ということで、今日はソン・フンミン選手の最新の英語がめちゃめちゃすごいことになってる件について、お話ししていきました。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。僕のチャンネルでは英語関係の動画たくさん出してますので、ぜひ他の動画を見てみてください。今日の動画ご視聴ありがとうございました。